人たちが僕らみたいにちょっと憲法改正ちょっと慎重にという人に対しては、はい、僕らみたいな人どういうかというと、憲法さえ守っとけば戦争はないと思ってるお花畑の人ってなってるわけですよ。そんなことはないんですよ。そんなことは全くなくって、はい、要するに憲法を守ることによってなぜ戦争が平和がまあなんとかキープできるのかということも考えてやってるわけで、憲法さえ守っとけなんて思ってないわけですよ。確かにならず者みたいな国家もおるわけだし、いろいろありますよね。でだからやるときやらないといけないかもしれない。それも当然分かってるわけですよ。ただ憲法を改正して軍隊持ったからって平和になるわけでもないんですよ。それもまた一つのお花畑なわけですよ。だから要するにやっぱり日本を守る、日本人の命と財産を守るということをみんなが是としてるのであれば、お互い話できるはずなのに、やっぱりもう話できないような状況に分断されてるじゃないですか、はい、で 僕は個人的に言わせていただければ、なぜ憲法改正がこれ危ないなと思ってるのかというと、つまり今森友加計学園何にしても何一つちゃんと司法が働いていない、はい、こんな政府の中でね、こんな政治の中でね、憲法改正することがいかに危険かということをなぜわからないのかと思うんですよ、うん、だから憲法改正を前に進めたい人はまずそこを解決してくれと、うん、そこを解決したら話にはなると僕は思ってるわけですよ、うん、それがない状況であれば上何やるかわからへんや、うん、適当にやって全く大丈夫なんだから、うん、うん、で何しても本当に大丈夫じゃん。そうですね、要はね、うんうん、だから森友のあれなんて、その公文書を改ざんさせられた人が、うん、結局自身に追い込まれたけども、それなぜかというと、あれ一番末端でやらされた人じゃないですか、はい、ずっと毎日毎日やらされて、うん、検察からも調べられてプレッシャーもあって、でそんな時にそれを命じた上司がいるわけじゃないですか、はい、だんだんと順番におるわけじゃないですか、うん、そのチームがああいうとこってすぐその人事異動があるから、はい、全部異動ですよ、うん、でもあの人だけ残されたその場に、うん、あとは全部異動やから知らん人が来るわけですよ、うん、ということは知ってたその人だけやから全責任をその人が担うということになる。そんな人事をやっとるんですよ、うん、こんなひどい人事をやってるわけですよ。それ自体大体官僚というのは恐れながらということで、その例えば政治家に対してものは言わんたかんし、うん、政治家は政治家で官僚たちがその改ざんするようなことがあったら何してんねんと怒らんとあかんはずやんか、はい、それが一緒に上が一緒になって、もう安倍さんの名前とか昭恵さんの名前隠すために改ざんさせて追い込んで、うん、自殺まで追い込んで、うん、なおかつ知らん顔して何も悪いことしてませんと、日本のために軍隊もたんたかんでまだほざいてるわけですよ、うん、あの人は、うん、そんな状況の中で憲法改正の論議と言われたところで、それはちゃんとお話に僕は乗れないですね。そうですね、うん、だからその憲法改正とかって言って、うん、もうなんかね、はい、私もよく外線で言うんですけど、うん、憲法って一言言っただけでやっぱ一般の人で引くじゃないですか、はい、でもそもそもその憲法を守るのってその権力がある人たちを縛るものだから、うん、はい、権力のある人たちが変えようぜって言ってること自体がおかしいんやでっていうことって、うん、意外と皆さんあんまりピンときてないんですよね、はい、なんかこう法律の延長みたいな感じで思っちゃってるから、うん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 、法律の延長でまあ確かにもうなんか結構法律っていうものはやっぱり社会情勢とか見てアップデートされていくものじゃないですか、うんうんうん、それの延長みたいな感じでみんな受け取ってるから、うん、そうじゃないんやでっていう、最高法法規っていうものはもうほぼほぼ触らん方がええねんでっていう、しかも誰が触るかによってかなりこのあとね困ったことが起きるかもしれないし、なんならやっぱりその権力者を縛るためのものをなんで権力者が変えようぜって言ってるんやっていうところに、みんな一回考えようっていうのをそこからやっぱ話をしていかないと、みんなもう救助あれやろ、なんか武器持つか持たへんやろみたいな話になっちゃうんで、そもそものところをでも多分わざとそういう風にやってますよね。救助とかお花畑やとかその自衛隊明記するかしないかみたいな話わざとずらしてるから、ね、多分この番組見られてる方はその辺もしっかり分かってらっしゃる方が多いとは思うんですけど、うん、それを横に広げていくことをやっぱしていかないといけないから、ね、まずそこからね、はい、伝えていかなあかんななんて最近私は思います。で、まあ、僕はもう本当にこんなある種ねちょっとなんかいらんこと言ってというかなんか突っ込んで、まあ、笑い飛ばすような立場の人間だから言わせていただきますけども、うん、その本当に昭恵夫人が問題になった時に、はい、人に SP がつくと、うん、公人か私人かってなった時に、うん、公人だったらこっちの選択肢になってなった時に、はい、閣議決定で私人ですって決めたんですよ、うん、
決めた後も SP ついてるんですよ、はい、でなんでつくねんって言ったら、いや、ついてるのは公人の立場の時についてると、うん、でも私人の時ではないと、でも何、はい、か言われたらそれは私人であるから言うたらあかんというようなことを、うん、そのアホみたいなことを閣議決定までしてしまうんですよ。 そうですね、そんなことをやるような権力がまともにちゃんと憲法改正しますかって話ですよ、うん、そうですね、だからまず自民党は安倍さんとか安倍昭恵さんとかちゃんと承認喚問してきちっとやってから、あの本当に頭冷やして出直しなさいというだけの話ですよ、うん、でそれに引き継いで公明党もそうですよ、その辺はちゃんとね、公明党は公明正大な党であるならばそれを選んだらし、維新の会も維新の会でそれを言わんとあかん、そうです ね、それを言うてそこからじゃん一番は、うん、でそれをずっと野党が言うてるやつはなんかイメージ的にまだ言うとんのか、まだ盛りかけ言うてんのかとか、こういうことで流される、うん、批判ばっかりしてって言うけど、そう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 、野党は批判するのは仕事や、批判、うん、野党が批判しなかったら終わりです、うん、なおかつ野党は与党の出してる法律を大体8割ぐらい賛成して通してるんですよ、仕事をしてるんですよ、うん、ただこれはどうしようもないやつに関しては批判してるということなんで、うん、仕事はちゃんとしながらしかも批判という大事な仕事もやってるということをですね、これ分からない人が多すぎて、なおかつそれが例えば安倍さんとか麻生さんとかあの辺が作り上げてきたなんかイメージ戦略に乗っけられてそうなってるという、うん、恐ろしい時代になってるんで、そうですね、はい、この状態で憲法改正というのはちょっといかがなのかと私は思っております、うん、ね、はい、注意。